どうも TQQ です。今回3名のヒーローに新しい調整が来たんで紹介します。まずはキャスディ、マグネティックグレネードなんですけど、これの探知する半径を 1.5m から 1.3m に縮小、フォーミング持続時間が1秒から 0.75 秒に短縮されてます。若干くっつけんのが難しくなりました。トレーサーのブリンクなら、まあ、2ブリンクとかで逃げられそう、まあ、くっつく前なんですけど、まあ、個人的にはフラバンみたいに短い効果範囲とかで早く発動するとかやったら使いやすい気もする、まあ、でもそれじゃ強すぎる。で次はメイちゃん、ディープチル、パッシブなんですけど、エフェクト出現時にスロー効果プラス40ダメージのやつですね。今回そのパッシブのスロー効果が 75% から 65% に減少してます。凍結ブラスター、メイン射撃ですね、あのスプレーのやつ、あれの最大スロー効果が 50% から 40% に減少、秒間ダメージが55から70に増加されてます。前回の調整でスロー効果は強化されたんですけど、全体的な火力が低くなってました。間を取った調整になってます。ライフイーバーは最大拡散までの弾数が0から20に緩和、弾薬数が70から80に増加してます。ソジョーンのメイン射撃と同じ仕様なんかな。撃ち続けるとばらけるけど、まあ、ちょろちょろって撃つとまっすぐ飛びます。今回は火力面に強化が入りましたが、使われるんでしょうか。まあ、個人的にはアルティメットにちょっと調整欲しいかなと思ってます。あとはマップ、パライソと南極半島が復活してます。バグでマッププールから外れていたんですけど、まあ、復活やけど、パライソについては不具合も報告されてて、もしかしたらまた除外されてしまうかもしれへん。ということで今回はメイ、キャス、ウィーバーで遊んできました。使用感が伝わればいいなと思います。ぜひご覧ください。こうよ、ウィーバー、あ、ごめん、ウィーバーどこ行った、上か、おーちょっと、めっちゃ遅なってる。てかスプレーの威力ちょっと上がってんな。あとウィドゥとジャンクラここるから締めといて。なんか来た、スプレー強なってるかもな。確かに何ゼニアった、どっちのゼニアった、こっちのゼニアった、怖すぎる。なや、ウィドウどこなんこれ、こんなとこおんねんけど、こんなとこにウィドウおんねんけど、ダメージ絶対上がってるわ前より。ちょっとゆっくりしたい。ナイスアンナー。さあ後ろに行く判断はできるのか。ラマットラオ、ナイス、はい、あースプレー強なってるわ。やっぱなんかコールなんかエフェクト出るの早くなった。こんなもんか。あー1個も当たらんわ。あいや一般通過ボールや。オッケーオッケー、ボム投げないとな、ここ。わからん。クイーンのウルト止まるよな。
エコーとか、まあ、ボムいっぱい投げよう。うい、ローやな。ついた。俺死ぬかな、死なんのマジ。ちょっと待って、エコーどこ、もう怖い怖い。ついた、ついたが、あー、お、ついた、おーし。前よりスキル難しくなってるけど、ちゃんとやればつくな。痛いのー。わー、何プラットフォーム、それ強ない。はい、わー、いきまーす。ほんで、あ、ボム残っ、んー、ナイス、次。よーし、よーし、よーし、よーし。アビリティ多くね、もはや横を取ってこうよ。あ、久々に使ったけど楽しい、このキャラ。あれ、なんや、待て待て待て、俺あれやな、自分の無敵のやつないんや。ソラが呼んでる。あ、強いかも。最初の弾さ、集団率というかまっすぐ飛ぶから強いかもしれん。ちょっとタイマーを挑みに行きます。何が起こっている？これは？何が起こっている？え、ほら火力だいぶ高なってる。うわ、これ強ーとか言ってたら強化入らへんかもしれないから、さらなる、まだ生きるやろ。割かしいいんじゃない火力。ちょっと待って、ダメージ3746。命の木は命を守るもの。圧倒的にやり慣れてないやつが出たな今。まあでも強くなったのは感じるな。ドゥ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 、いいですよ。左上行こうかな。今落ちたかな、落ちてないわ。怖っ。弾のばらけが、俺の真下に足いる。当たんねー。ソーンボレー先輩プリーズ、ソーンボレー先輩、火力を出せ。マーシーか。ほーい、ほい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 。サプライ行ったな、ナイスー。赤ミスター、もうちょいヒールすべきかもしらんけど、まあまあまあ火力に強化入ったからね、強なってはいるやろ。
これは。まだ気持ちええな、ソーンボレー打つの。ということで今回の動画はここまでです。この動画良かったと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃねっ。